皆さんこんにちは。今日は秋にぴったりの言葉を紹介します。それは肌寒い。寒いと少しニュアンスが違います。まずはショートムービーを見てください。なんか最近秋らしくなってきたね。朝晩肌寒くなってきた。風邪ひかないようにしないとね。肌寒いは文字通り肌で感じる寒さのことです。だから体が震えてしまうほど寒いというわけではなく、なんとなく寒く感じるなぁという意味です。肌寒いは秋の気温をよく表している言葉です。夏が終わってからも半袖で過ごしているとだんだん涼しくなってきます。そして少し寒いと感じます。これが肌寒いのニュアンスです。だから冬のとても寒い時には肌寒いは使いません。普通に寒いと言います。いくつか例文を見てみましょう。今日は雨が降っている。窓から肌寒い風が吹いてきた。今日は雨が降っている。窓から肌寒い風が吹いてきた。10月になると上着なしでは肌寒い。10月になると上着なしでは肌寒い。いかがでしたか？皆さんの住んでいるところも肌寒くなってきましたか？どうか風邪をひかないように気をつけてくださいね。また皆さんからのコメント待ってます。それではバイバーイ。